平成最後の初詣です。北海道神宮には新年の幕開けとともに大勢の参拝客が訪れています。午前0時の開門とともに北海道神宮を訪れた多くの参拝客、新年の願いを込めて手を合わせました。平成も終わっちゃうんで、なんかもうちょっとね、パッと明るい感じになればいいですね。2018年充実しましたんで、今年はもっと最高年にしたいと思います。練習したでしょ、これ。よろしくお願いします。北海道神宮は三が日で80万人ほどの人出が見込まれています。一方、被災地厚真町の神社も新年を祝う参拝客でにぎわいました。厚真神社では地震で大鳥居が倒壊するなど被害を受けましたが、町民たちは復興への願いを胸に新年を迎えています。去年は最悪だったからね、あれ以上悪いとしてはないと思ってます。あとは本当夜良くなるだけだと本当に思ってます。こういう風になってしまったんだからね、まあもう前向きにいかないとね、もう落ちぶれてもしゃあないんで。